フランス軍が前田に上陸した。陸戦隊は兵士70人、水夫180人で構成され、一帯は直ちに砲台を占拠すると砲を破壊して火薬庫を爆破。別の一帯は付近の寺から甲冑武器の類を奪い、民家20戸を焼き、上陸してから一時余りで撤兵した。その後2隻はなおも田野浦沖に留まっていたが、夕方になって東方へその姿を消した。お引き受けいたします。新作は下関の海鮮問屋小倉屋へ向かっていた。主人の白石正一郎は長州は優に及ばず、薩摩、土佐、さらには脱藩した諸国の浪士たちの庇護者として知られていた。これは高杉様。俺と死んでくれ。下関の防衛お引き受けなさいましたな。方策はある、聞いてもらう。いや、秋うどは戦のことは分かりません。聞いてもらうにはならん。いやいや、おいでになりましたのが高杉様と聞いた時に腹は決まりました。秋人は金が命、この命喜んで差し出しましょう。存分にお使いくださいまし。白石殿。旦那様、旦那様、来おりましたね。また異国の船が。心配はいりませぬ。あれはエゲレスの商船にございます。高杉様、あの通り小倉すれすれに走っちょるところを見ると、逆にこちらからの攻撃を恐れちょるのと違いますかな。じゃあ俺が宣告方策がある中断はこれじゃ。松陰先生がおっしゃった草毛屈起、公家も殿様も武士も頼みにはならん。草の根の人々へ掘り起こせっち教えがここにある。アメリカじゃ身分の上下にかかわらず誰もが武器を持って兵士になれるとも言う。そういう軍隊を作りになるおつもりで。そうじゃ、騎兵隊じゃ。百姓がこねなものもらえるなんて夢みてえじゃろ。そったれが何するんじゃ。俺はやるで。ふんぞり食えた侍どもは皆殺しじゃ。誰じゃろうと容赦はせん。これさえあったら一昨年の雪の時だって負けらせんかったのにの。昔のことを言うても仕方はねえ。これからじゃってまだ間に合う。みちょれや、俺は手柄ぶったててやっちゃるから。ぶったててどねすんじゃ。天使様のご神兵になる。打ちてえの。はよ玉よこせや。玉いつくれるんかの。のう聞いちょくれ。玉も重いんかの。
お、誰か何とかしてこいや。これじゃ話もできんの。いやいや構わん、元気があってあいつらきっと強くなるぞ。しっかりな。先行くぞ先。どこまで行った。最小隊員を5人1組にして5丁を置く。隊員5丁、総督の指揮系統の下で意見具身のこと。隊員の資格は農家にあっては次男三男に限ること。どうじゃ。おう、あ、先生。おう、そのままそのまま。ああ、うるせえの。どうじゃ、鬼になりそうか。なります。いや、必ずしてみせます。この地区だけでこの3日間で60人の入隊がありました。この分ならまだまだ増えおります。木島先生、昨日お願いした。分かっちょる。ライフル可能砲4門ミニエールゲベールの小銃20丁ちゃんと弾もつけて持ってきちょるわ。さすがは先生じゃ。志あれば撃てば響く。まだまだお若い。なんの、まだまだお前らのおだてに乗るほど置いちゃおらんわ。高杉はどこじゃ。あ、スープ先生から呼ばれて政治堂へ行っちょります。この忙しいのに、なんで山内。そんな嫌な顔をせんで、うんと言え、うんと。せっかく作った騎兵隊を離れるのは嫌じゃろうが、隊の土台はできた。あたあ茜か山形に任して、お前はこの山口に来い。奥番頭役っちゅうのはな、ただの飾りじゃない。殿のおそばにいるだけ生地の家老よりも発言力を持てる。まして年俸が160国も増えるんじゃぞ。いや、これは冗談だがな。桂から知らせがあったが、いよいよ薩摩が出てきたそうじゃ。やはり長州か薩摩か、帝をお迎えすることができるのはどっちか。これからは血みどろの戦いになるぞ。山口に来てくれ。